はい、おはようございます。まあ、今日第3回だね。あ、そうですね。そうだね、はい、塗装女子が行くペコちゃんシリーズ第3回ですけど、ここ材料置き場なんですけど、じゃ雨ってことでちょうど今日、今事務所のすぐ近くで材料置き場があるんで、今雨が吹いてるってことでちょっと今来ました。じゃあちょっといきなり、ちょっとコンプレッサーがちっちゃいやつ使っとるんで、まあ、そんなに大丈夫でしょうっていうことで、まあ、軽くね、まあ、吹き付けいきなりちょっとやっていこうと思うけど大丈夫？怖いです。あ、怖いです。いきなり渡されてもなんじゃろかって、なんじゃろかみたいな。まあちょっとね、まあ、足りたりしたらね、シート直してきますんで、じゃあちょっと早速、まあ、やってみようか。はい、ね、じゃあ指導お願いします。先に横のメッチから入れますけど、上からずっと、はい、横から斜め、はい、下から斜めで、で最初この中に入れるためにこう拭いていくんだ。はい、こっちを向き変えるんですけど、この、はあ、こうやってで取る、はい、こっちに横にして、あ、この先っぽで向きが変わるんだ。はい、そういうこと。で横にして、はい、まだこの辺いきます。あれ出てる、落ちた。おー、いやいや、わー、いや、そう、次横、そう、行きます。横のままでいいの、これ。次、あ、縦に変える、これ、口。じゃあ皆さん、もう本当に初めてなんで、ちょっとよかったら、こっちね、こっちしてくださいね。はい、前もこっち見ていい、なんかちょっといいよ、顔出してけよ、全面的な。いきます。あ、もっと上か、これもだ、ね、これもか。一回止めて、これ何、最初にダマみたいなの飛んじゃうの、大丈夫？なんかシュって、ここに垂れとるから、拭いた方がいい。これ、あ、大丈夫。 OK、 はい、いきます。最初に止まってるから、動きながら出したらいいですね。おー、いい、あー、いい。どんどん喋れよ。怖い。怖い。難しい。難しい。この握り加減が分かんないです。レバーの強さ？どれぐらいの力で？ちょっと消してあげよう。ホラーハウスだ。間違いない。めっちゃスケスケ。もうちょっと後半頑張れ。だいぶ遅れてるね。遠いのかな。もっと速いんですよ、見てみて。マウロはもっと速い。2回に分けとるもんな。1段で2回に分けとる。おー、いいよ。おー、いいじゃん。おー、うまい。センスあるね、1回目なの。これもうこれじゃない、こっちだな。うまいですか。うまい。感じや。難しい。進むスピード、横に進んでいくスピードも多分均等に合わせないと、塗料の乗り方が違うんだなっていうのが。そうだ、波打ったってことね。そうです、均等に。じゃあちょっとそこぐらいにして、最後ちょっとプロフェッショナルやって。プロフェッショナル。先生お願いします。お前どんどん声入れる、バイバイ。早い早いね、前。まあ、2回に分けとるね、安定してますよね、ね、手元が。あ、そうだね。だからこうブレない。ブレない、そうです。確かに綺麗、上ホラー。上ホラー。確かに、全然違う。すごい。ちょっとお前も褒められて、ちょっと手元ブレとるじゃん。さっきの方が分かったじゃん。あ、全然濃さが違いますね。濃さが違うね。
すごい。滑らか。上ホラー、上ホラー。上ホラーですね。全然違うもんね。全然濃さが違いますね。うん、あのビビってますね。ビビってる。ちょっとビビってます。だんだんここら辺もしもしだろ。ここら辺までそうです。ここら辺結構いいじゃん。全然違うわ。全然ビビって近い近い近い。まあこんな感じか。はい、ホラーでしたね。ホラーだった。ホラーでしたね。どう先生どう数字は。初めてなので結構細かったです。あ、初めてだね。はい、あ、そう。いやいやながらもちょっと俺がね頼んだんで、であのとりあえず10本だけお願いしたやつなんで、ぜひ皆さんこれあのポチポチ押してくれたら、まあ10本以上もね交渉になりますと。はいまあよかったです。じゃあせーの、また見てね。